はい、めんちゃゲームイズピロンのうずめです。はい、皆さんこんにちはです。というわけで、はい、雨のうずめがね、重心化しましたので、ちょっと38回でまず使っていこうかなと思います。はい、反射バランス神属とで、アビリティが、アンチ磁力バリアにアンチウィンドウで、ゲージショットでアンチ魔法陣とアクシスキラー L ついております。はい、SS は、まあ、貫通変化のアイテム成長ですね。12ターンの、24ターンになっております。はい、で友情コンボ調教フレアに、調教どんぐりもらいましたと。広範囲相変わらず友情でユークリもらっております。はい、ユークリはそうですね。ユークリはこれようもらったなって感じはするけど、うん、で捨てもそんなに別に低いってわけでは全然ないですね。重心関しては普通かな。攻撃力はまあ、ゲージショットは成功しても2万9000で3万はいかないですけど2万9000もなんか最近本当普通になってきたよね。そうだね、最近だと高いんですけどね。2万9000って相当運動入れますか。一定重心化か、長距離は強いな。でまあキスキラー発動すると7万近くいきます。発動するのが難しいと。発動するのが難しいですね。アクシスキラーユークリア、ユークリアやばいだろうな。当てな、当たれるか。最悪中の最悪やん。両方マッチしたなそれ。でもなんかすごいウォールエットイラストすごい重心化感ないけど、なんかうずめ感がすごいするな。そう、うずめ感すごいですよね。うずめ感すごいね。うん、なんだこれ本当。うずめ感ってやばいけど。あとはどうもらうかですよね。本当にそう、うん、あそこでも強そうですよね。あの何でしたっけ、近畿の水のステージじゃないですか。コレックス5円が使える、うん、あそこ強そう普通に、うん、あそこ強そうだよね。あでもフレアがちょっとやっちゃうかもしれないね。あの、あなんだっけ、基本なんかボスの近くにいるデプスの方は割とあどんぐり落ちたらダメですね。うん、そっかそっか、なんかレザバリとかあってから前は、うん、よくアプロックとかなんか、ね、結構ブレスでもやっちゃうことあったもんね。そうそうそう、フレアはちょっと結構入っちゃうかもね。うん、しかも調教どんぐりに関しては本当運だから、あそれちょっと邪魔になっちゃうか、言えてるなそれ。じゃあ今どいけはするだろうけど、うん、変わんないか。モグディガーとかがやっぱちょうどいいぐらいになるのかもしれないですね。そいつの場合ちょっと強すぎるかもしれない、ね。うん、逆にボスへの火力とかはもう文句なしっぽいですけどね。うん、調教フレアね、やっぱ調教フレアは個人的にはすごい好きだな。本当友情としてやばい、うん、壊れてる友情だと思う。本当に範囲ずるいっすよね。範囲はずるいね。いやこれ攻撃方がおかしいんだって本当に。でもやっぱこれの攻撃おかしいんだって。今もあい、でも今も思ったけど、うん、相変わらずどんぐりの、いなくなった敵に落ちる仕様は変わらないんだ ね。本当はずっと言われてるけど、うん、なんかね、ホーミングとかはね途中ターゲット変えてくれたりするのにね、うん、しょうがないのかね、やっぱりあれって、うん、判定が残っちゃってるってことなんだもんね。多分そうだと思いますね。変えようがなさそうですよね、判定というか、うん、でも多分一番ヒットポイントの多い敵にみたいな設定の仕方したらいけそうなんじゃないですか。ああ、そうだね。うん、まあ、そうするとでもあれか、ボスにひたすら落ち続けちゃうことになるのか。そうするとなんか元も子もないみたいになっちゃうのかな。とりあえず1段階は打てますと。まあ、SS は結構普通に便利な SS だからな。うん、これやばそう、フレア。またリコールの話しますけど。これやばいっしょ、ほんと。リコールやばいっすね。うん、本当に。まあ、これを見るといかに。本当にリコールやばいっすね。結局、あれから、うん、そう、あれからっていうかね、なんか出そうにないしね、大きい型の調教フレアは。そうですね。あれはなんかもうオリジナルの。1000倍特許感で強いよね。1000倍特許になってますよね。これでもやべえな、山竹とかでも普通に強いだろうなこれ、うん、あ強そうですね、うん、山竹とかは。ただやっぱどうしてもね、その木の重力はね、これいいじゃん。そうなんかえっユークリユークリやばかったね。効率おかしいね、相変わらずユークリユークリちょっとやべえな、うん、ただもうこれユークリつけないとアポロックスに対抗できないですからね。うん、うん、そうね、まあ、ね、ニュースの時も言ったけど、まあ、激戦区ではあると。そうですね、そもそもが、うん、でも調教フレア使うたびに思いますけど、意外となんか配置しないとかなってなるけど、意外と拾うんですよね。やっぱ本当に広いからね、うん、
いつかね。手に挟まったら、ああ、移動してくれるのか。これ倒せなそうだな、この2体で。倒せるのかな。ミス。倒せない。これ大丈夫か。ほうほう。でもやっぱ、こう見るとやっぱアポレックス艦隊とか、五右衛門複数とかの方が、総合的に火力は出してる気がするんですね。うん、あれはそうね、うん、どんぐりはまあもらってる方か、これどう頑張らせたら優先されるんですかね、こいつが木の重力で。うーん、これちょっとやりたくない。最悪や、ゲージミスだな。これどうなんだろうな。これ次のターンで成長させたいですね。お、これまで撃たないで。そうですね、金反撃るんで。冷静やばそうですね、それ。倒すと。は、そうだよね。そいつだけでいいんじゃないですか。OK。お、お、いい。あ。で、これで金が確定だから、これレーザー、危ね。危な。金が来た。これはいいとこだよな。うん、成長。うん。これが今1段階目か。今1段階目です。1段階目は約 1.1 倍一兆時強化をかかってますね、はい。まあ、2段階目で撃つことの方が結構ね、火力出すってなると多いのかなっていうのはありますけど、うん、でも今みたいに本当、うん、成長でっていうことになれば全然使えるし ね、まあ、でもキラー持っててその自走系持ってるのは助かりますよね、うん。あとね、本当はアクシス次第なんだろうね。いや、本当それ。本当に。アクシス次第。でも、本当にそうなんだろう。キラーエールもらってる割には、ステータスもらったなと思いました。ああ、うん、そうだね。これがアクシスキラーじゃなかったら、多分もうちょっとステータス下げられたと思うんですよね。あとなんか言われてたのは、うん、もうアクシス自体がすげえ少ないから、はい、スワビでもよかったんじゃないのっていうのは結構言われてたけどね、もうそもそも。ああ、なるほどね。今後ぶっ壊れるのかもしれないけどね、うん、そうしたら。そうですね、うん。今後だからアクシスがさらに出づらくなっちゃうから、うん、そうなると。いっちゃう。2段階目、これもパワーアップフレアが邪魔すぎますね。アイテムないときは何かが湧く、何かが剣が湧いてる。意外とスピードあるな。続けない。これおとなしくしてよ。邪魔しない。普通に山竹とかも行ってみたいですね、うん。あ、超いいじゃないですか。さすがに持ってくでしょ。大丈夫だ。で、ハートも成長すると。いいですね。うん、十分だね。水だったら2、300出すか。余裕で、魔力感取ったら。いや、38万円になったな。一時期、鬼門回想って言われてたんですけどね。うん、普通にここでまだ全然使ってますって言っても。うん、コメント欄で聞いたとか。そうですよね、うん、そうですよね。でもそうなるとやっぱ反射クロスの方が良かったって人もいるかもしれないですけどね。あ、全体的にはね、うん、全体的にね。ただ長距離フレアもむしろそれ以上のカバーしたような感じでしたけどね、うん、今ね、雑魚処理に関しては真ん中置いといたらオーバー入ってたし、うん、反射クロスとかより範囲見やすいしね、うん。じゃあちょっともう一個、はい、行ってみましょう。はいはい、ちょっとアクセスところで一生懸命ね、アクシスを探しました。一生懸命アクシスを探した結果こうなった。マジで少ないアクシスは、うん。あともうティーガースね、水属性だったら、うん、もちろんどんぐりあのチーターマンに置いてろ。ナイス。ここはね、あのチーターがね、反撃モードになってね、うん、ダメをかけてくるんですよね。なんでボス戦行くまではちょっとターンのね、うん、重力持ちになっちゃいますけど、ボス戦行ったら SS で火力出せるんでね、うん、普通にいいと思うんですけど。でも意外にあと真ん中とかに置いてたらフレアでやってくれそうだけどな、うん。アクシスキラー、ナイス。筆箱をリチューで集めたのね。これは上か、クリティカル出して判定待ちわかんなくないですか。ただこれ無理、うん、無理。ああ戻る。ダメを出したくないですもんね。うん、ダメ痛いもんね。痛い、割と痛かった気がする。
そう、こうなってもこいつらがいるのマジ腹立ちますよね。ほんと見てもでやれてなかったもんね、うん、やれてなかった見てもそうなんで、こいつ硬いんだよな。いや当時めっちゃ面倒くさかったっすけどね、うん、ここなんかだって負けた気がするもん、うん、なんかあこれっすか、うん、ライブ練習むずかったっすもんこれ確か。ゆっくり、その初見のパーティーは負けた気がする確か、その時まだ何も分かんなくて強っ、ゆっくりやば今だったんだろう。それこそなんか重力ダメージも増えましたからね。うんそうだよね、白夜とか湧く年相当良さそうですけど、ただ当時普通に龍馬とか言ってた気がする。龍馬とか入れてた、それで、うん、もう焼けてた、焼けながら戦ってましたよね、うん、しかも意外と硬いっていうね最後、うん、でもこれなんか見た感じ初手で結構フレア当たれば雑魚処理できちゃうような感じですね、うん、上めっちゃフレア、うん、OKこうチーターをいかにねターンまで減らすかだからね。ダトンザコがね意外と火力高かった気がする。上、これ見てほしいんですよ。びっくりするぐらい上しか顔してない。あ、打ってもなかったかな。いや、フレアよ。この左右ですかね。左右だよね、これは。どっちだったかな、多分左右だった。左右だったな。この数字の方じゃないですかね。上も来るってことかな、これ。数字の確か、右の、あれかな。だから多分左右なんじゃないかなと。あ、よかった。上はないんだね。うん、いた。おかしいっすよね。マジ、三雲も思い出したよ、これ。うん、あ、わかる。三雲思い出すね、ほんと。こことかもね、ちゃんと処理しないと。でもこれフレア持ってけそうじゃない最初に、うん、スイス打ってねえし。いや、ってか、上マッチしたんか。マッチ嬉しかったね、今マッチあるんだな。これもできそうじゃないですか吹っ飛んじゃいそうじゃない。あ、危ねえ。さすがにでも、殴り強いね。殴りは強いですね。これはエルザモンだ、モンスないわ。これで弱かったらマジでいいんだから、このキラー。ただもう殴り以上にフレアがやりたい放題やってますよね、うん、これなんかさ貫通のさ大した、うん、貫通の砲撃型長距離フレア来たら結構ぶっ壊れそうじゃないですか。ぶっ壊れじゃない、ぶっ壊れますよねこれ見てる感じ、うん、なんかもうこれ持ってっちゃいますね完全に、うん、なんかもう嫌ってなくて結局フレアなんだよな。でも当時よりはるかに簡単になってますね。なんかやっぱりやる前、うん、めんどくさいかなみたいなことになってたけど、うん、普通に楽勝でしょ、うん、フレア強すぎ問題がありましたね、まあ、ペンシルベンス、まあ、でもメリットにならんすけどねまあね、うん、おパーメント、はい、でさっきピロさんとちょっと話したんですけどこいつ6月に近畿が追加される可能性があるとすごい言われてるじゃないですか、うん、1年経つでしょ、はい、ザコがアクシスのステージが出てきて、うん、こいつじゃないとなんかそのワンパンに倒していけないみたいなステージがあってもおかしくないかなと思って、うん、それになんか魔法陣だったり重力とかがついてきた瞬間にアポロックスとかもカウンターキラーがあったりしていけるんですけどワンパンできるのはウズメだけだよみたいなステージが1個作られる可能性はあるよねって話してましたね、うんじゃないとだよ、うんまあ、で一筆系だったとしてもこいつやっぱ12ターンで貫通変化一応できるんで、うん、それもしやすいっていうね、うん、他のやつよりしやすいっていうような接待の使い方するんじゃないかなとは思ってますけど、うんうん、ただなんか俺前評価っていうか一番最初出てた発表された時以上になんかその重力のただ調教フレア枠としても割と使えんなとは感じましたね、うん、だから最初発表された時よりは強かったなっていうイメージになった、うん、なんかほんとそこで、うん、でもそこでのなんか地道用のところを狙っていく感じになると思う、うん、一時はそうですね、うん、あとはまあ反対はまあ自分レーザーバリアだったりとかがあった時にやっぱアポロックスとかを、うん、あの内陣を超えていくキャラにはなると思うんで、うん、そういうところでちょっと使いたいなっていうのはありますよね、うんうん、あとは な,、ね、なんかあれか、はい、この前のより具体的な現実的な妄想に予想で、うん、ウズメとそのリボンとかがくっついて、うん、なんかそのくっついたやつが長距離はもらうとかね、あそのなんかそのための布石だったみたいな、はい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 、組み合わせあれっていろんなそのね結局あそういうことか正しい予想は、うん、あの集まったモンスターなんか能力がさ結局ごっちゃになるから
こいつのところもらってくるとかあるかもしれない、ね、これうずめ硬いよな。あのモンソニーモンソニーはねちょっと硬いよ ね、 そうだよね。普通に考えたらタイミングとしてもアイドルもついてて、リボンがなんかね外されたっていうのを考えて貴族性で、そうですね、あるよねユニット組むのね。でも木だけで来る可能性もありますよね、うん、これさっき言ってたこと起きるんじゃないですか。リボンだったら調教フレア攻撃じゃないですけど貫通の調教フレアで、あー確かに起こりえますよね。起こりえるよね、うん、調教フレアだって中距離拡散とかもらったら結構強いよね普通に、うん、もしくは加速来る可能性もありますもんね、うん、ってことはまあ重心化ってのも割と硬そうですね。そのアイドルが出てくるっていうね限定のなんかね、うん、その辺も、うん、大いにあるよね、うん、ありえそうですよね、うん、まあでも、うん、結果的にすごいいい重心化だと思うけどね、うずめはなんかうずめも今月とかスキッティダイヤモンドうずめかなんかいい感じのな気がする。なんかそのフラパ前のどんどんあれになってってはいるけどこっからの重心化がどういう風に来るかですよね。まあそれは、うん、そうだね、怖いところでは怖いところではありますよね。でフラパで爆発するから、うん、おそらく木とかはあとそうね、うん、木はなんかあと一旦来ないかもしれない、ね、来ないね多分あとこのガブ合わせるね、確かにうずめ以降、うん、来なさそうじゃない、うん、タイミング的にねはい、そうだね確かにね、木ばっかり量産してもって感じになるし、ね、木はちょっとね、うん、結局食われそうだし、うん、重力ならまあ大丈夫かな、うんうん、まあ、あそこでも使いましたとか、うん、ここでも強かったとか隠れ場所ありそうですよね、うずみ、うん、ありそう本当に、うん、なんでねそこはぜひやりましたら、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。まあでも本当、はい、イラストボールで結構今までで一番好きですっていう人はチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回もゲームメーター大賞フォークからお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。